ママへ、今から本当のこと言うから、キリのこと気持ち悪いって思わないでね。実はキリは性同一性障害です。男女、分かれてる世界で、ルールとかあるじゃないですか。そういうのはやっぱ、誰かが作ったものでだけであって、ルールなんて存在しないし、答えも存在しないですね。だからこそ自分で決めていかなきゃいけないし、間違いも間違いじゃないも、そういうとこは大事にしてます。生きていく中でこれが多分正しい生き方なんだと思います。自分の岩見沢で生まれ育って、お母さん、お父さん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、自分、妹、実質上は姉妹、4姉妹。僕は先天性、最初からその魂の人と、虐待とかなんかそういうので変わっちゃう人とかもいるじゃないですか。僕は最初からでした。で、小4ぐらいの時ですね、性同一性障害っていう言葉をドラマとニュースで知って、あ、俺これだって小4の時にもう気づいたんですよ。魂が男だと思ってるんです、僕の中で。だから自分の魂に女のカプセルを着せられてるって感じですね。人と違う、それは分かってました。中学校に入ってから一番きつかったですね。バスケ始めて女子部男子部分かれて、俺女子じゃないのにな、なんでみんな普通に自分の性別で生まれてんのに、生理来るし、なんでこんな関係ないことが自分の体に起こってんだろうとか、毎日自分の体を見るのも嫌でしたし、家帰ってきて中学生の時とかもうずっと泣いてました、ね、当たり前じゃない、当たり前のこと。親にカミングアウトしたのは中3の時です。中学校の時私服校だったんですよ。別にカミングアウトしなくていいじゃないですか、そのまま行けばいいって。でも高校制服だったんで、ズボン、ブレザー、リボンだったんですよ。それも結構苦しいじゃないですか、ネクタイしてるじゃないですか。手紙出しました、親に。性同一性障害なんだけど、ちょっと制服スカート履けないから参ってんだよねみたいな。そしたら母ちゃんにそれ見せたら、あんた周りに言うのやめなさいって言われて、その時は気づいたっすけど、まあ、それが優しさだったって気づいた。もうみんな気づいてたんで、別に今に始まったことじゃない。お父さんだけは認めてくれなかったって思ったんです。やっぱ一番近い存在だったんで辛かったんですね。普通に認めてほしかった。髪短くして家帰ったりしても、出かける時になったらお前帽子かぶってけよ。そういうなんか世間一般的な目を気にする人で、結構辛かったです。親に認められなかったからラップで一回伝えて、面と向かったらちょっと不器用なんで言えないんで、信念貫き生きてたいんだ、もうあの頃後戻りへしたくないから、空気みたく扱う親父に聞いてくれ、誰にも言うなって母さんへ。その自分が思ってきた、感じてきた気持ちとか感性とか、そういうのは音楽に全部、普通の男だったらラップやってないですね。もう僕死にたくて、本当にめちゃくちゃやばかった時あったんで、制服隠されたりとか、後ろ指刺されまくりました。教室に制服置いといて、で帰ってきて、俺いつもみんなの前に着替えないから、着替えようとして制服なくて、その日一日探してもなくて、で次の日朝早く学校行ってめっちゃ探したんだよ、学校中全部。そしたらなんか女子トイレ、1階のなんか女子トイレにばらまかれてて、後ろ指刺されてた、めちゃめちゃ悔しい思いはめちゃめちゃしてきました。人を避けてしまったりとか、裏切られすぎてて、それでもなんか信じ続ける心とか、泣きながら作ってた記憶あるですね。足場始めてゼロからのスタート。後ろ指刺されて笑われた、今の俺は何があるかなって考えた結果がラップだ。性別の壁は高いですよね。これは死ぬまで変わんないです。その日々をリリックに載せて、それで多分自分の曲を聴いてたらなまら救われてたと思うよね。なんか同じ人がいるってだけで
何人かでも伝わればそれは幸せなことだと思うんで、女のまま生きていけなかったんで、そこは勇気出してよかった。自分も曲で救われてるんで、いろんな人。死ぬ時は一人じゃないですか。人間だから孤独はみんなあると思います。人間って自信ないもんだと思ってるんで、チャレンジしていってます。多分それが使命なんじゃないですかね。どうせきりなんかって思って自殺しようとした時もあった。本当にごめんなさい。みんなのことを思うと死ねなかった。人の痛みがわかるんで、だから頑張るし、人よりやるし、嫌なことあってもあんまり嫌なこと言わないし、相手に。それが人間として美しいから。尊敬してる人です、ね、誰だろう、お母さんぐらいしかいい。尊敬してる人いないです。もう全部やってくれました。愛で溢れてますよ。愛だと思って。やっぱり世の中目に見えないものばかりが動いてると思うんですよ。自分は今物質世界でみんな目に見えてるものしか信じれなくなってきてるんですけど、必ず愛とかはあるじゃないですか。それ魂とか、それがなんか繋がってるか繋がってないか。言葉ってなんかパワーあると思うんですよ。乗っかるんで、自分のエネルギーあるっす、言葉には。それも信じてますね、自分は。言葉は頑張ることによって生まれます。自分の意志とか音は裏切らないっす。今置かれてるその状況、その環境でどうやって頑張る。いただきます。僕、有名になりたいっていう夢はないんですよ。ラップは自分がみんなに伝えれる手段だと思って、人にはもう優しく、自分に厳しく、愛のある人でいたいっすね。心です。何かあっても負けない、誰にも。いや、別にないっすけど、まあ、やってきたよって伝えたいですね。ちゃんと自分が言った通り頑張ってきたよってことですね。変わんないし、気持ちは。今後どうしたいとかは別にないっす。そのまま近くにいるだけで繋がっても。大切にしてることは信念じゃないですかね。もう女の子のふりするのが限界です。キリのこと分かってくれたら嬉しいです。気持ち悪いって思わないでね、キリより。